こんにちは。なんとも憎たらしいキャプチャーですけども、お前の障害収入、俺の2週間ぐらいだけど、っていうようなね、えー、画像でございます。えっ、ー、とね、これはね、いろんな捉え方ができますよね。まあ、大きく分けて2つじゃないですか。この DAIGO さんに、まあ、生意気な口を聞いた人に対して、DAIGO さんが言い返すために、お前偉そうなこと言うけどさ、お前の障害収入、あれだろ俺が2週間ぐらいで稼ぐんだよと。だから、叶わないからやめておけって。 っていいいうことが言いたいのかもしれませんし、まあ片っぽ裏を返せばね DAIGO さんはこれは誰にも負けないだろう特に目の前で文句つけてくるこいつには負けないだろうという分野を抜き出してきてだったら稼ぎのことでいこうかなと金稼ぎの俺が偉いよとお前はどうせなんだかんだ言っても稼げねえだろうっていう感じで自分の得意分野と相手の不得意分野を戦わして勝った気でいるっていうことじゃないですかね まあそれに対して視聴者さんは、まるで自分が勝ったかのようにね、えー、誰かをやめ、やり込めるところを見て気持ちよくなるみたいなところが、まあ大悟さんのメンタリストとして多くの人の心を引きつけるための作戦ではないかなと思うんですよね。<laughs> え確かにね、誰かが誰かをカンプランキまで打ち負かすところを見るのって、ある人から見ると胸がスッとするところですし、叩きのめされた人と同じような立場にいる人は、ものすごく嫌な気持ちになるでしょうね。二つに意見は分かれると思います。 で、皆さんどうですかねこの戦い方。相手が絶対に叶わない。要するに力のないところ。この人はここで攻めたらこの人は絶対負けるだろう。反論できないだろうってところを見つけて、今回はイゴさんはね、確かにイゴさんってすごい収入を持ってると思うんですよ。で、その収入を盾に、自分よりも収入の低い人をこうやってね、いじめてるわけなんですよね。つまり弱い者いじめをしてるわけなんですよ。 で、DAIGO さんって幼い頃ね、いじめられて育ったらしいんで、どういう風ないじめをすれば、相手が嫌な気持ちになって、絶望して、精神的に追い込まれていくかってことをよく知ってるんで、今回はこれを使ってるんですよね。うんなかなか匠じゃないですか。でも、例えばね、朝倉みくるさんっていう人が出てきて、俺のパンチ一発、お前の生涯のパンチ千発に相当するんだけど、って言って、じゃあブレイキングダウンのリングに DAIGO さんと朝倉みくるさんが上がったらどうですかね。 朝倉クラミクルひでえやつだみたいなね。弱い者いじめすんなよってなるでしょ。でも、大悟さんは、それを、うん、パンチではないけれども、収入という弱い者いじめを、まあ、力のない一般視聴者さんに向けてしてるってことなんでしょうね。だから、これが、まあ、あれじゃないですか。言ってみれば人間の本性で、あのー、結局、勝てそうな相手には噛みついていくんですよ。大悟さんみたいにね。あ、弱い者がいた。え、やっつけちゃえみたいな感じなんですよ。じゃあね、 DAIGO さんよりも収入があるアラブの王様にこんな生意気な口聞きますかねきっと、王様ありがとうございますみたいな感じで、その通りですとかね、えー、もう、這いつくばるんじゃないですかね。つまり、収入によって優劣をこうやってね、決めようとする人は、自分よりも収入の高い人に対しては絶対に逆らわないですよね。叶わないから。 ちょっと汚い人間性が見えるところかなと思いまして動画にしてみましたやっぱりね自分の一番得意な分野じゃなくて一番自分の不得意な分野で勝負をしていくことこそなんか私はかっこよさを感じるんでねこういう言葉があります不得意分野で勝ちまくれということですね